はい、どうも、今日は筋トレ中の顔厳選3選をお見せしようと思います。で、まあ、筋トレ中に力んだりとか顔の表情変わること多いと思うんですけど、まあ、その時の力が入りやすい表情おすすめっていうのを紹介していこうと思います。で、まず1つ目、スマイル法、スマイル法っていうのがあるので、これお見せします。このスマイル法は一番力が入りやすい表情なのでおすすめです。で、まずこれ作り方、ステップ1、目と鼻を力いっぱい閉じ切ります。で、閉じ切ったら次に唇の左右を外側に向かって広げていきます。ちょっとやってみます。表情はこんな感じ、スマイル法。はい、皆さん伝わったでしょうか。今のがスマイル法です。これ一番力が入りやすい表情なので、まず1つ目、すごいおすすめです。で、次に2つ目、スマイルオープンアイズ、この表情を紹介していこうと思います。これはさっきの表情に目元だけ変えて目をしっかり開けきるというような表情です。で、これメリットとしてはさっきのスマイル法同様に力は入りやすいんですけど、さらに自分のフォームであったりを鏡でしっかり見ることができるのでおすすめです。で、ちょっとやってみます。口元はさっきのまま目をしっかり開けて、目ちっちゃくて開いてなかったの。今の表情のポイントはここ、鼻のこの筋の部分、ここにシワが寄るように力を入れることがポイントです。じゃあ最後3つ目、3つ目の表情が真顔、真顔です。真顔のいいところはさっきと同じようにしっかり自分のフォームを鏡でチェックすることができる、動いている筋線を確認することができるっていうのが1番。で、2つ目が顔がこうくしゃっとならないんで変な感じにならない、これがメリットです。 OK、 じゃあ最後お見せします、真顔。これは自分のフォームをしっかり入れることがポイントです。表情を変えない。はい、この3つの表情をうまく使い分けることでトレーニングより高まるはずなので、皆さんも参考にしてみてはいかがでしょうか。以上です。Feel the waves cut through me, hypnotized.